皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年10月4日火曜日、今日の崇波の言葉は、行くべき道は楽しくて仕方がない、行くべき道は楽しくて仕方がない。それで今日の BGM は荒野の祈りから萌芽芽生えをお送りしています。10月2日天空の聖地、国宝金剛峯寺、その記念をしてオープニングコンサートを10月の2日に愛媛県民文化会館サバホールでさせていただきました。天空の聖地高野山、その高野山の描いたアルバムでもあります。萌芽芽生えをお送りしています。西村直樹の音楽は仏様の音楽です、と高野山の館長がおっしゃってくださっています。ぜひあなたも楽しんでいただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。